エキゾチージェムということでね、プロボーラーの笹田でございます。今日はですね、エキゾチックジェムこれね、ちょっと14ポンドで投げてみたいなと思います。ちょっとね、13ポンドで私首を痛めて投げてたんですけども、この度ついにね、まあ、14ポンドに、上げれたということでね、エキゾチックジェムが手に入りましたので、ちょっと投げてまいりたいなと、まあ、いうふうに思うんですけども、ちょっとね、衝撃を受けております。まあ、何に衝撃を受けてるのかっていうと、まず、エキゾチックジェムのこのボールの良さ。いや、これはすごいわ。昨年のランキングでね、エキゾチックジェム、これかなり人気が投票、入ってたんですよ。ですけども、私投げたことがなくて。そして、14ポンド。まあ、ここにもね、ちょっと衝撃を受けました。まあ、前回の動画見ていただいたらわかるんですけど、私13ポンドで投球させていただいておりまして、まあ、ハイロードだったからって言われたら、まあ、それでおしまいなんですけども、いや、まあ、そんなこと、まあ、あるかもしれないね。あるかもしれないんですけど、14ポンドでしかも、このエキゾチックジェムだったら、なんかもう、いや、15じゃなくていいよねっていうぐらいのピンアクションが出てしまいます。これはちょっとね、衝撃的で、まあボールの進化っていうのをものすごくこう感じております。そして 450g のこの、まあ、たかだか 450g ですよ。13ポンドであれだけこうピンに当たった時、パーンっていう感じやったのが、14ポンドになると、正直そんなに、まあ、感じないですね。まあ、確かに、まあ、それは重ければ重たいほどいいと思いますけど、いや、でも、やっぱりボールっていうのはね、こう、まあ、もちろん精度もあるし、まあ、コアの強さとか、まあ、いろんなね、面がこう、まあ、折り重なって、まあ、ボーリングっていうのは成り立ってると思うんですけど、それにしても、こんだけ飛ぶんであれば、もうガチで14すごいなっていうふうに思いました。で、このボールの良さ、まあ、昨日、まあ、リーグ戦で投球させていただいて、最初の2ゲームはちょっと肩慣らしで投げてたんですけど、まあ、後半2ゲームしっかり投げたんですね。260、250です。もうね、ほんのわずかにぶっちゃけ感じるんですよね。なんかこう、危ない天秤やったなっていうの、あれ15やったらもうちょっとはたいてたかなっていう感じはあるんですけど、でも15でもあれやったんじゃないかなって思うぐらい、なんだろう、そんな違いを感じない自分がいるんで、ぜひですね、今日、この、エキゾチックジェムの良さ、そしてこの14ポンドの凄さ、今のボールのこの14ポンドの凄さ、皆さんぜひね、見ていただきたいなと思います。それではね、早速投げてみたいと思います。ぜひご覧ください。どうも、エキゾチージェム。はい、それではですね、エキゾチックジェム、これ14ポンドです。これ投げてみたいなと思います。いや、これね、素晴らしいボールです。手前の転がり感、そして、曲がり方。そして、ピンアクション。とてもとても14ポンドとは思えないです。さあ、どうでしょう？どうでしょう？ね。いきなりちょっとね、見せたい薄めのストライクになりましたけども、そうなんです。やっぱね、13ポンドの時は、やっぱガチでね、やっぱ薄めに当たった時に、こうやっぱりこうピンにこうパーンって当たり負けしてるような感覚で、7番ピンがね、どうしてもこう飛び切らんなとか、まあ天ピンが食わんなっていう感覚が本当にあったんですね。まあそれはまあハイロードっていうね、まあちょっと低価格帯のボールだったっていうのもあるのかもわかんないです。エキゾチックジェムの13ポンドやったら違ったかの、もうわかんないんですけど、こんだけ違うもんかなっていう、ものすごくここにはね、私今衝撃を覚えてます。言葉になりません。いやー、このボールしかしすごいぞ。どうだ？いやー、もういいもん。いいもん。ピンアクションいいし、曲がり方も、やっぱこう、最強のコア。そしてある程度オイルに強い、これマイクロトラックス。こうバランスがめちゃくちゃいいね。なので、なんだろうね。バランスがいいからポケットにも合わせやすいし、イメージもしやすいし、で、曲がり方がこう、やっぱり最強のコアなんで、こう、
ガツンという感じじゃないですね、やっぱり。まあ、来るのはしっかりマガパールですし、ある程度強いオイルにね、強いマイクロトラックスなんで、まあ、しっかり来てくれるんですけど、なんかこう、暴れる感じっていうパールではないですね。やっぱりこう、しっかり向きながらも、まあ、収まりっていうものを感じさせてくれます。私、ジェームクリスタルの棒っていうボールが大好きやったんですけど、もうずっとね、もちろん15ポンドで投げていて、ジャパンオープンでもめちゃめちゃ成績それが良かったんですけどね、予選の間。予選の間ですけどね。はい。まあ、そんなことはどうでもいいんですけど。まあ、やっぱこう、強いコア、ね、強いカバーストックで、こう、止まり加減がね、まあ、ジムは個人的には、やっぱりこう、行き切って曲がるっていうよりも、他のボールよりも、もう少しこう、曲がり始めるのが早いなっていう感覚があるんですね。やっぱそれ、こう、手前の転がり感、こんだけ柄がめっちゃあるのに、めっちゃ転がって感じるんですよ。まあ、これコアの力じゃないのかなっていうふうには感じるんですけど、まあ、それが、まあ、すごく、このバックハバーストックとのバランスも相まって、まあ、いい感じで曲がってきますね。投げやすいし、ピン飛ぶし。いや、これね、イメージ的には、僕投げたことないんですけど、ウルトラバイト投げてるような感じです。さあ、どうでしょう。ちょっと残ってしまいましたけど、まあまあ、今のはちょっと15でも残ってるかなっていう感じです。こう、大事なのは、こうピンに当たった時の当たり負けしてるかしてないかっていうね。まあそこをちょっとね、映像上でも見てもらいたいですし、まあ個人的な感覚としても皆さんにお伝えしたいなっていうところなんですよ。いや、今のもね、こう、まあ天ピンは残っちゃいましたけど、当たり負けっていう感じじゃないんですよ、個人的に。さあ、どうでしょう。うん、一番ピンに当たった後も、ね、こう右に弾かれるような感じがないですもんね。もうしっかり左に行こうとしてますもんね。まあね、そこのね、やっぱ見え方っていうかね、当たった時のこの衝撃の、こう、わかるかな、わかんねえだろうなって古いギャグ言ってしまいましたけど、やっぱりね、13ポンドの時は本当にありましたよ。まあ、こう特にこうボールをすごいこう回してくるときに、まあ、当たった後にすごいこうパシャンっていう感じあるなとか、まあ、絞って投げたときにこう何でしょうか、まあ明らかこうボールがオイルの上こうオイルを押し切ってなくて下地捉えてないよねみたいな感覚が、まあ、個人的にはあったんですけど、まあそういうのがやっぱ14ともなるとないなっていう。から今のこうボールの性能的にある程度こう点数を打ちたいってなってくると、まあ14以上投げれたら、まあ特に問題ないんじゃないかなっていう感覚は個人的にはありまして、しかしこれようピン飛ぶな。これめっちゃええな。ええなしか言ってない動画ですけど、まあ許してください。さあ、どうでしょう。ほら、見ましたか、今の天秤の弾き方。あれ弾くの十分です。あれで弾いてくれたらいいんです。ちょっと幅を取りすぎ。取りすぎっていうか、まあイメージ通りのラインなんですけど、ちょっと幅を取って、まあちょっと切れ終わるみたいな感じですけど、あれで天秤叩いてくれるんであれば十分やし、あれで天秤を叩いてしまうエキゾチックジェムの良さですよ。僕、結構ね、動画の中でも、まあ、気に入ったボールっていうか、まあ、やっぱピンアクションがいいボール結構僕、求めるんですね。というのもやっぱりこう、トーナメントで勝とうと思うと、やっぱりそこにこう、信頼を持って投げれないと、まあ、僕みたいなそんなに球が強いボーラーではないタイプっていうのは、特にちょっと動きが難しかったとしても、こう、ポケットに当たってしっかり倒してくれるっていうのがすごい好きなんですけど、このジェムに関しては動きもいいし、このピンアクションのこの当たり方のこの体感、そこにちょっとね、本当にこう、ある意味異常さを、異常な感じを久々に、なんかここまでいいと思った。ほんま。ほんま、これすごいよね。っていうぐらい。それは結構みんな投げるわ、このボール。再販もされるわ。もうないんでしょうけどね。
はい。まあ、今あったら衝撃です、まだ。結構前のボールですから、ね。でも、もうすぐ皆さん安心してください。さあ、どうでしょう。これもストライク？もうすぐね、これのハイブリッドバージョンが出るんです。マジックジェム。いや、期待！だからこのボールっていうわけではなかった。正直投げたかったから、せっかく14にするならこれにしようと思ったんですけど。いやいやいや、だいぶ期待。まあ、で、パールとハイブリッドの違いになります。まあ、コアも一緒でカバーストックが違うだけ。で、カバーストックも、マイクロトラックスのハイブリッド。で、ジェムクリスタルよりもカバーストックがちょっと上になるんですね。僕、ジェムクリスタルガチで大好きだったんで、まあ、よりカバーストックが強くなって出るということで。いや、これは楽しみですね。まあ、よりハイブリッドなんで、よりこう、ポケットに集めやすい感じは増すと思うし、言うてもレーンによってはね、パックン2で、外、まあ、最初パールを投げると、こう暴れ散らかすみたいな場合があると思うんで、まあ、ハイブリッドになると、まあ、そこがまろやかになってね、まあ、よりポケットに合わせやすい、ジェムに仕上がってるんじゃないかな、っていう感じがいたします。楽しみやな。わざとらしくじゃなくて、ガチで楽しみです。はい。それでは最後、ストライクでね、締めたいと思います。シャ、エキゾチージェム。オッケー、来たでしょう。オッケー、決まりました。ということで皆さん、エキゾチックジェム14ポンド投球いたしましたけども、私本当に衝撃を受けております。ちょっとね、14投げてどうなるんかなっていう風に、まあ思ってたんですけど、思ってたっていうか、まあ13に投げた、を投げた時のあまりのパシャリ感に、まあちょっと自分自身びっくりしてて、まあここまで1キロ下がるとこんなに違うんだなっていう風には思いました、正直。ですけど、14ポンドの、しかもこんだけいいボールになると、まあこんだけ遜色なく、まあ投げれるんだなっていう気がして、まあ投げれるっていうか、まあ、ストライクが出るんだなっていう、ピンが倒れるんだなっていうところに、本当に衝撃を受けました。はい。そして、このエキゾチックジェム。まあ、なんと言うんでしょうね。まあ、とにかく、ピン倒れるよね。まあ、そこが一番かな。はい。まあまあ、まあ、動きも、まあ、すごいこう、しっかり左に向き切るんですけど、大暴れっていう感じじゃないです。まあ、このボールで、まあ、暴れるっていう風に感じる方は、まあ、ジェムの、まあ、なんでしょう、ソリッドとかね、まあ、それこそハイブリッドとか、そういうボール投げていただいたらいいと思うんですけど、やっぱりこう、ハウスコンディションだったらね、こう、段差もしっかりありますしね、こう、まろやかにね。まあ、そうなってくると、こういうパールのボールとかね、まあ、すごい重宝されると思うんで、まあ、非常にいいんじゃないかなと。手前の転がり感といい、スキット感といい、左に向き切る感じといい、向き始めるタイミングといい、なんかその辺のバランスが、ものすごく私は、まあ、好みというか、いい感じだなっていうふうに思いました。まあ、ジェムシリーズ、私、好きやし合ってるなっていう感じもいたしましたね。まあ、私のような、ぐらいの曲がりの皆さん、ストローカーの皆さん。でも意外とね、高速回転の方も使ってるので、まあ、うん、まあ、このボールは非常に、もう素晴らしい出来のいいボールだなというふうに思いました。はい。で、まあ今月ね、まあそれを、宣伝したいからっていうわけじゃないんですけど、マジックジェムがね、発売されるということで、このボールが、まあ、ハイブリッドバージョンになって、まあ、出るということで、いやー、もう楽しみでしかないですね。まあちょっとまた比較して皆さんにお届けしたいなと思いますので、ぜひご覧いただけたらと思います。はい。それでは今回も良ければ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバイ、ありがとう。エキゾチージェム。